はい、じゃあ3問目いきましょう。空欄の前後をチェックしますと、ここで1回文が終わってますから、これ2文目ってことですね。ホニャララ was really frightening とありますので、こっからここまでが主語になって、was、frightening で恐ろしいという、まあ、形容詞になっているの。まあ、frighten っていうのがですね、もともと3番の他動詞で、誰それを怯えさせるという、そういう怖がらせるっていう意味があるんですけれども、サプライズイングとかと同じでして、何々を怖がらせると。もうこういう感情に訴えかけるような、感情を表すような、動詞っていうのは、もう形容詞化してしまうんですね。現在分詞とか過去分詞の形で、あまりにもよく使うということで。なので、別にこれ、なんちゅうの？もともと3ですけれども、もう O は持たなくてももういいと。まあ、エキサイティングゲーム、ワクワクする、興奮する試合とか、サプライズングニュース、驚くべきニュースとかと同じ形ですね。まあ、いずれにしましても、主語がいるでしょうと。S はめちゃくちゃ怖かったという、そういう形になればいいってことですね。で、この中で、選択肢の中で、S、主語の形になれるのはどれでしょう。つまり、名詞になれるのはどれでしょうかってことですね。もう、四角括弧しちゃいましたけど。名詞として働けるのはどれですかと。名詞しか、主語になれませんからね。ってなると、A はもういきなり脱落ですね。Watch it landing で、なんでいきなり動詞の動詞からスタートすんねんと。命令文かいみたいなことになるので、これダメと。残りは全部候補としては残せますね。つまり、動名詞の watching、あるいは to 不定詞名詞用法の to watch、全部名詞としていけそうです。だから問題は、この選択肢の中の使い方だよねってことになるわけですね。で、見てみると、watch の後に、ウォッチの後にですね、共通しているのは it があって、その後ろがランドか、ランズか、トゥーランドのどれでしょうかっていう話ですね。で、ウォッチは見るっていうことなので、近く動詞ですね。だから3番も取れますけれども、近く動詞なので、O が C するところを見ると5番も取れると。後ろは O ですね。なので、このランド、ランズ、トゥーランド、この部分が C になると考えれば、3じゃなくて5番のウォッチとして使っているんでしょうと。じゃあどれですかということですね。で、これ近く動詞ですから、C には原型を取りますね。to 不定詞はアウト。まあ、ランズという3単元ね、ついてる時点でもアウトですね。答えはランドと。watching it land。それが着陸するのを見ることはと。まあ、ランドだから1番ですね。S ランドで S が着陸すると。なので答えは、どれだ ?B になると。はい。まあ、一応全文パーシングしておきましょう。A plane with an engine on fire approached the airport. 一機の飛行機が、アプローチ3番ですね。注意ですね。アプローチ2とかじゃなくて、アプローチで後ろに直接目的を取れると。一機の飛行機が空港に近づいておりましたと。どういう飛行機ですかというと、with an engine on fire。エンジンが、その火事の状態、つまり火のついたエンジンに火のついた飛行機が一機、空港に着陸しておりましたと。で、その飛行機が着陸するのを見ることはとても恐ろしかったですと。まあ、もしかしたら墜落しちゃうんじゃないかって言って恐ろしかったっていう、そういう話ですね。